キズブシは日本のラグビー選手でトップリーグ、ヒノレットドルフィンズに所属する。小学校、中学校時代は相撲に打ち込んでいた。中学校2年生の時にラグビー部の顧問に誘われ、スケ人トとしてラグビー部に入部し、近畿中学校総合体育、大会ラグビーフットボールの部で優勝した。その後、東海大学附属行政高等学校に入学。 東海王業母子高校時代は、第86回全国高等学校ラグビーフットボール大会で優勝を経験。その後東海大学に進み、3年の時に第46回全国大学選手権で準優勝、4年時となる第47回の同大会でもベスト4をそれぞれ経験。なお、東海大学時代の同級生には、リーチマイケル、三上正隆、 森川海虎がいる。2009年11月21日、リポビタン D チャレンジ第2戦の対カナダ戦で、日本代表における初キャップを獲得した。2011年、神戸成功に、プロ契約で加入。同年11月13日に行われた、ジャパンラグビートップリーグ第3節の福岡、サニックスブルース戦に途中出場で、公式戦初出場を果たす。2015年、 ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選出された。また、同年12月には、スーパーラグビーの日本チームサンウルブズの2016年、スコットに入った。2018年、ヒノレッドドルフィンズに加入。ありがとうございます。